プランクトスフェラプランクトスフェラは、妖精でのみ知られている反作動物。その構造から反作動物と推定され、またその構造が得意であることから単独で目、あるいは綱を立てられている。単一の種ピーパラジカのみが知られている。休憩で透明な浮遊性の動物で直径10ミリメートルほど。最大のものは直径25ミリメートルのものが知られる。 球状の体の覆面は、小中線沿いに、後方から前方へ深い溝があり、身体前端を少し超えた上側まで続く。口と肛門はこの溝の中に開口を持ち、その位置は、覆面中央近くで、前に肛門、後に口がある。体表には、専毛体があり、大まかに、肺側枝と、腹側枝と呼ばれる二つの環状部に分かれ、いずれも複雑に分子している。 体表には多数の粘液腺がある。内部では消化管はまず口から細長い行動があり、次に膨らんだ胃があり、そこから肛門に続く。他に肛門の前に開口があって胃の周辺に入り込む脳,脳が一体ある。これらの内臓は球体全体の覆面側4分の1の範囲に収まっており、それ以外の部分は粉脳と呼ばれる内空になっており、 胃の周囲には他に、第2、第3内空がそれぞれ体を成している。トルナリア・トルナリア陽性は、超エーラ類の陽性として知られ、これは極秘動物の陽性にも似た形のものがある。それらの共通の原型的な陽性として、リプリュールラ陽性というものが想定されている。これは、軟体動物などの陽性として知られる、トロコフォア陽性に似た外形を持ち、 楕円形の本体の外に2列の専門体があり、その間の側面に、口、口端に肛門を持つ。異なる点として、リプリュールらは、後口動物で、腹口が肛門になること、前方の専門体は外周を一周するのでなく、前方を横断して下方に曲がり、再び横に走って、最初の横断列の元を横断する形で、つまり細長い楕円が、 側面に張り付いたような形を取ること、内部に三体の対抗を持つことである。本種の構造は、基本的には、これと共通の体制と見て良い。トルナリアの口と肛門が極端に近寄り、口より上の部分が大きく膨らんで、それ以外の内部機関が下側に集中したものと考えることができる。海産動物であり、最初の発見地は、北。 大西洋東岸のビスケーンである。その後には太平洋からも採集され、1994年時点での発見個体数は14。プランクトンとして採集され、その深度は75から1000メートルにわたる。1983年段階の総括では、北、太平洋における分布は北緯19度から42度にわたり、時期的には6月と7月。 海水温度は20摂氏25度。この年に太平洋のハワイ島近海で発見され、その深度は75から500メートル、時期は5月と9月、海水温は21摂氏23度であった。この動物は生態はまだ発見されていないものの、広域分布するものと考えられる。体表にある潜望体と粘液線は本種の接触に預かるものと考えられる。 本種が最初に発見されたのは1910年、マイケル・サーズ・ゴーが、ビスケーワンで2個体を採集した。ただし1個体はひどく破損していた。盲点線はこれを調べ、チョウエラルイヌ・トルナリアに、近縁のものと判断し、この類の王屋であるスペングルに検討を依頼した。彼はこれを調べ、新種であると認め、法文を書いて、上記の学名を与えた。 ただしこの法文が出版されたのは1932年、彼の死後随分経ってからのことだった。その後も、上述のように、複数回の最終例があるが、いずれも陽性であり、その生態が発見されてはいない。原生の反作動物は、ギボシムシ類は自由生活、フサカツギ類は固着性なので、本種の生態も自由生活か、固着性かだと考えられている。 ただしその生態を想像することも困難である。例えば、トルナリアからギボシムシへの変態では、トルナリアの専門体は消滅し、本体部分はトルナリアの後方が長大に発達する形で行われる。同様な変態があれば、妖精の形態から生態を推定するのは不可能に近い。ただし、本種が独自に持つ、脳脳は明らかに元気であって、 陽性では何らの機能も見出せないことから、生体において独自の器官をなすのではないかとも考えられる。本種が超えラ類に近縁であることは、蒸気のように本種とトルナリアの類似性から明確である。しかし、その際もまた明らかである。本種は普通のトルナリアよりずっと大きい。また、口より前の部分は全体の4分の1ほどであるのに、本種ではその比率が、 ほぼ逆転している。さらに、仮面の溝から体内に伸びる、脳脳は、これに当たるものが、トルナリアには見られない。つまり、本種はトルナリアに、共通の体制を持ちながら、体制のレベルで異なる点をも持っている。このことから、本種を記載したスペングルは、生態が発見されれば本種は独自の目を立てるべき、ものと判断していた。その後新たに発見されては、 再検討が行われ、中にはこれを真のトルナリアであり、単にプランクトン生活が延長したために膨大しただけのものと判断した研究者もある。他方で本種を独立の綱プランクトスフォロイデアとする説もあり、これはホルストが1939年に提唱したもので、現在はこれが有力である。なお、上記のこの種独自の体を成すーーは、 消化管の左右に位置するものであるが、その位置関係からカシラサク類とオサク類のエラ、列を包む囲いエラクーと似た位置にあるとも取れる。このことから、これらを総動と見て、本種がギボシムシ類に似るが、これとカシラサク類、オサク類をつなぐ位置にあるものとする見方もあった。以下、種として、富山ほか P392 キャメロン。 p1174 ハートイトール、岩月、マダラ監修、p23 不残ほか、p392 ハートイトール、ハドフィールドヤング、ハートイトール。この項は、主として、ホルストハットホルストハットキャメロン、p1174 不残ほか、p392。ありがとうございます。